がついたか。すっちゃん、母さんは今朝港の近くの空き地に死体が捨てられてた。山川だけじゃない、お前も危険な状態だった。部長、あれは間違いなく桐生先輩でした。そうか。でも私には分かりません、なんであんなに優秀で仕事熱心だった先輩があんな風に。俺にも詳しいことは分からん。だが上層部に極秘である内部調査を追っていたらしい。内部調査。そしてその事件の捜査半ばでなぜか退職届を出した。あいつに何があったのか。ただお前の任務はここまでだ。山川の殺害容疑で我々は月岡邸に強制捜査に入る。これ以上お前を危険な目に遭わせるわけには。まだ終わってません。うん、終わってないって何がだ。あの人、桐生先輩に何があったのか、それを分かるまでは私の任務は終わらない。終われないんです。私をもう一度任務に就かせてください。見せしめです。あの女と一緒に牢屋に入れておいてください。やっぱり私を逃がそうとしてくれてたんですね。私正直最初は自信がなかったんです。本当にこの人が先輩なのかって。でもあの行動を見て確信しました。その甘さが破滅を招いたってことか。先輩、どうしてこんなことを。先輩はあんなに正義感に燃えていた刑事だったじゃないですか。その正義ってやつに裏切られたからだよ。数年前、俺は上司に呼び出され、匿名で警察の内部調査を命じられた。内部調査？警視庁次期幹部と称される男が暴力団と深い癒着があるという垂れ込みがあった。俺は数ヶ月間調査を続け、やがてある警察幹部が重要な証言をしてくれたことで決定的な証拠をつかんだ。だがそれ自体が奴らの罠だったんだ。罠？奴らは調査をしている俺が目障りで、わざと罠にかけて俺を呼び出した。俺はそこで捕らえられ、そして俺の目の前で妻を陵辱し続けた。
それだけじゃない。あいつらは妻の陵辱されてる写真を妻の職場やうちの近所にばらまいた。妻はそのショックが元で数日後線路に飛び込んだ。俺は上司に掛け合ったよ。このことを必ず明るみに出してくれと。だがすでに圧力がかかっていたらしい。命が惜しければ黙っていることだって言われたよ。正義の名のもと俺に内部調査を命じたその上司にさ。信じられないです。警察内部でそんなことが。お前も調べてみればいい。本当のことだ。それ以来俺の中に強い憎しみが生まれた。この国の誰も彼も俺と同じ苦しみを味わわせてやりたいという思いが抑えきれなくなった。あの山川って男を殴っている時は興奮したよ。俺にあんな苦しみを与えた警察のやつに復讐できてんだってな。お前に情けをかけたのが運の尽きだ。先輩、外は完全に包囲してます。もう逃げ場ありません。自首すれば少しは罪が軽くなります。ですから自首してください。バカ先輩。お前らの哀れみは受けない。